テレ盛岡でレギュラー取ってください。応援してます。大好き知ってると思うけど大好き。連でも応援してるからね。新しいチームに来ても今まで通り活躍らしく頑張ってください。ずっとずっと応援してます。試合も見に行きます。頑張って。今までありがとうございました。岩手県に行っても活躍を楽しみにしています。頑張ってください。ありがとうございました。はい、深津選手今までありがとうございました。いつまでもどこに行っても応援しますのでこれからも頑張ってください。深津選手盛岡に行っても頑張ってください。一サッカー選手としてずっと応援してます。深津選手とっても残念です。岩手行っても頑張ってください。ゴー。あとはまあ町田に残って優勝っていうチャンスもある中で、まあ、でも浩太が移籍したからといって浩太がやってきた残してきたものっていうのは、色褪せないですし変わらないと思うので、まあ、そこはサッカー選手としてのアドバイスというか、まあ、2人で長くいろいろ話しました。まあ、その中で浩太は決断して本当に多分迷ったと思いますけど、まあ、町田で、ね、ユニフォーム脱ぎたいっていう 夢だったり思いっていうのも一番やっぱ長くこのチームでプレーしてきた人なので、そういう町田を愛する思いっていうのはあったけど、まあ、浩太らしく次のチャレンジをしに行ったっていうことはすごい決断だったと思うので、本当に同い年として全力で応援したいですし、まあ、寂しい気持ちはありますけど、まあ、そうやって決断した浩太を応援して、やっぱりその先には絶対浩太の成功っていうのは、まあ、絶対あるというか、なんだすごい決断をしたコートなので、そのチャレンジを、ね、応援したいです。寂しいです。7年間お世話になりました。本当に成長できました。またコータ君とピッチで会えるように僕も頑張ります。盛岡寒いと思いますけど、コータ君冷え性だと思うので
あったかい格好してくださいね。じゃあね、本当頑張ってね、僕も頑張ります。